1996年の国際連合事務総長の選出は、ブトロス・ブトロスガーリの一期目の任期が満了する1996年に行われた。ブトロスガーリのみが立候補して、安全保障理事会理事国の15カ国中14カ国の支持を得た。しかし、アメリカ合衆国が、ブトロスガーリの再選に拒否権を発動し、最終的には立候補を取り下げさせた。 その後の公開選考では、英語圏からの候補者に対し、フランスが拒否権を発動したため暗証に乗り上げた。フランスは英語圏の候補者に、アメリカはフランス語圏の候補者に、それぞれ拒否権を発動した。最終的に、フランスが拒否権を危険に変えたことで、ガーナのコフィアナンが1997年1月1日からの任期で事務総長に選ばれた。 1996年の選出は現職の事務総長が2期目に立候補して却下された唯一の例となっている。高齢のブトロスガリは当初1期だけ務めるつもりだったが1996年に2期目に立候補した。事務総長は伝統的に2期目に無競争で立候補する権利がある。それまで現職の事務総長が拒否権によって2期目の就任を拒否されたことはなかった。 1950年に選出されたトリグブリーはソ連から拒否権を行使されたがアンポリの勧告なしに総会で再任された。1976年の選出ではクルトバルトハイムが中国から象徴的な拒否権を行使されたが2回目の投票では中国は一転してバルトハイムに賛成票を投じた。1991年の選出では ブトロスガーリに対する投票にアメリカは危険していた。1993年、ソマリアでの国連平和維持活動中に、アメリカ兵15人が死亡したことで、アメリカ国内で、ブトロスガーリに対する反発が強くなった。アメリカの国連大使マデレーン・オルブライトは、作戦失敗の責任を、ブトロスガーリに押し付け、ビル・クリントン大統領は、これより、アメリカの平和維持軍は、 アメリカの指揮下に入ると発表した。しかし、実際には死亡した平和維持軍はすでにアメリカの指揮下にあった。ブトロスガーリは国連分担金15億ドルの未払いをめぐってアメリカに迫り、アメリカは途上国のためのプログラムの削減を迫るなど、国連とアメリカの緊張関係はさらに高まっていった。特に、ボスニア紛争では英仏の司令官が セルビア人部隊への空爆を承認することを拒否したことが決定的となった。1996年のアメリカ大統領選挙では共和党のボブドール候補がブトロスガーリの名前を揶揄したためクリントンは自分の再選のためにブトロスガーリを排除することにした。ブトロスガーリはアメリカ以外のすべてのアンポリ理事国から支持されており国連総会でも途上国から 支持されていたため、無競争による選出プロセスにかけられることになった。ブトロスガーリはフランス語が堪能で、ソルボンヌ大学で学んでいたこともあり、フランスからも支持されていた。ブトロスガーリの支持者は、1981年の選出が行き詰まった時のように、中国がアメリカと拒否権争いをしてくれることも期待していた。 1996年の選考が、膠着状態になれば、総会は、アンポリの韓国なしにブトロスガリを任命することが、できる。1950年の選考では、ソ連がトリグブリーノに決め就任に拒否権を発動したため、アメリカが直接総会に諮ったという前例がある。マドレーン、オルブライト、リチャード・ A ・クラーク、マイケル AC ・ A ・ C ・ハン、 ジェームズ・ルービンの4人は、オリエント急行作戦と名付けた、ブトロスガーリを引きずり下ろすための密約を結んだ。この名前は、他の国々がアメリカと一緒になって、ブトロスガーリ政権を倒してくれることを期待して、付けられたものである。しかし、ビル・クリントン大統領からは、絶対に成功しないと言われてしまった。ブトロスガーリへの支持が高まるにつれ、アメリカは、 彼の支持者への圧力を強めていった。アメリカ政府は国連の資金を使ってブトロスガーリの選挙戦を行った国連職員がいた場合は措置を講ずると脅したがそのような人物の名前を挙げることはできなかった。アメリカ情報局の報告書でアメリカのある高官が匿名でブトロスガーリへの支援を続けると アフリカの2期目の事務総長の持ち回りを失うことになると警告した。アメリカは1981年の選出において表では勝っていたもののアメリカからの拒否権で排除されたタンザニアのサリム・アハメド・サリムを支持することも申し出た。ブトロスガーリの抵抗に対してクリントン政権は狂気乱舞していたようだと元国連職員は語っている。 11月17日、アメリカのオルブライト大使は、ブトロスガーリに対し、事務総長の辞任を求め、新しい財団をジュネーブに設立することを提案した。他の西側諸国の外交官は、この申し出を、おかしなことだと言った。ブトロスガーリの家族は裕福で、エジプトでは、すでにいくつかの財団を支援していたが、オルブライトが、アメリカ議会に、財団の資金を出す。 よう説得するのは難しいだろう、思われたためである。ブトロスガーリは、アメリカからの申し出を断り、他の仕事は探していないと言った。11月18日、アンポリは、ブトロスガーリの支持率を測るための事前投票を実施した。投票結果は13から1から1で、反対票を投じたのはアメリカのみだった。イギリス代表団は、政府からの支持を受けていなかったため危険した。 11月20日、アンポリは、非公開会合を開き、ブトロスガーリを2期目に任命する決議案 S1996-952 を審議した。採決結果は14から1から0で、アメリカが事前の宣言通り拒否権を行使したため、廃案となった。アメリカの拒否権行使は、他の外交官から強盗と呼ばれて批判された。ブトロスガーリは、自分は、ノリエガや、 サダム・フセインではないと訴え、アメリカをローマ帝国に例えた。CNN 創設者のテッド・ターナーは、イギリスでさえもこの男の再選に投票した。イギリスはいつもアメリカに頼まれたことをするのにと語った。イギリスの外交官、ブライアン・アクハートは、アメリカ議会の議員を非常に外国人嫌いで、非常に神経質で、非常に無知だと思うと評し、事務総長は、 国務省のメンバーではないはずだと述べた。保守派のニューヨークポストがミサもクリントンを脅迫観念に浸っている異常な外交的効率を示していると批判した。一方、オリエント休校作戦の共謀者たちは外国からの圧力に抵抗して拒否権を継続するようクリントンを説得した。11月21日と11月25日に アンポリの会合が開かれたが、どの理事国も意見を変えなかったため、投票は行われなかった。アメリカは、独自の候補者を指名することも、アンポリで否決されるのが確実だとして拒否した。アメリカのオルブナイト大使は、ブトロス代わりに代わる候補者を、アフリカ諸国が独自に選ぶべきだと主張した。アメリカの外交官たちは、このままではアフリカは、 事務総長交代の順番を失うと再三警告した。しかし、ボツワナ代表は我々はブトロスガーリ博士だけが乗ったリストしか持っていないと述べた。11月29日にもアンポリの会合が開かれたが採決は行われなかった。同日、アフリカ統一機構の議長は加盟国に追加指名を求める所簡を出した。しかし他の候補者を指名することは ブトロスガーリを貶めることになるとして、どの国からも追加の使命はなかった。フランスをはじめとするヨーロッパ諸国は、1961年に、ウタントが17ヶ月の任期で任命された前例に、習って、ブトロスガーリを2年の短い任期で任命するという、妥協案を提案した。しかし、アメリカは、この提案に応じなかった。12月5日にブトロスガーリが立候補を取り下げた。 ことで、ようやくこの南極が打開された。これにより、他の候補者にも門戸が開かれた。11月12日、アメリカが拒否権を行使することを想定して、インドネシアのヌグロホ・ウィスナムルティアンポリ議長は、公開選考の手順を定めた。アンポリは、無記名で何度も、事前投票を実施する。候補者が決まると、次の事前投票では、 常任理事国は赤い紙、非常任理事国は白い紙で投票する。これにより、いずれかの常任理事国に拒否権行使の意思があることが明らかにされる。少なくとも一人の候補者が9票以上を獲得し、拒否権の行使がない場合、最終的に決議案が提出され、投票が行われる。このウィスナムルティガイドラインは、1981年の 選出の膠着状態を打開するために用いられたプロセスを正式に定めたもので、その後のすべての事務総長の公開選考で用いられている。ブトロスガーリの公認には4人のアフリカ人候補者が指名された。コートジボワールのアマライシー、ガーナのコフィーアナン、ニジェールのハミド・アルガビット、モーリタニアのアムドゥルド・アブダラである。月日にアンポリの会合が開催されたが、 候補者が増えるのを待つために投票は行われなかった。しかし他の候補者は指名されなかった。セネガルのムスタファニアスは中国が拒否権を行使する可能性があるという理由で指名されなかった。タンザニアのサリム・アハメド・サリムはフランスが拒否権を行使する可能性があるため指名されなかった。総会の会期終了が12月17日に迫っていたため、 アンポリは1週間で事務総長を選出しなければならなかった。12月10日に行われた1回目の事前投票では、アナンが12から2から1でトップ、エッシーが11から4から0で2位となった。アナンはフランスから、エッシーはアメリカとイギリスから拒否権行使の意思を表明された。フランスがアナンを拒絶したのは、ガーナが英語圏であり、かつアナンが アメリカの大学に通っていたためだったが、実際にはアナンはフランス語を流暢に話すことができた。2回目の投票では、アナンが賛成票10、反対票3、棄権1でリードし、エシーが賛成票7、拒否権2で2位となった。フランス語圏の候補者にはすべてアメリカとイギリスが拒否権を行使していた。12月11日の3回目の投票では、アナンが フランスの拒否権を含む11から4から0の得票でリードし、エシーは米英の拒否権を含む6から4から4で2位だった。フランス語権と英語権の間で行き詰まりを見せていたが、中国がアフリカ出身者以外への拒否権行使を表明していたため、フランス語権と英語権が大半を占めるアフリカから候補者を選ぶしかなかった。12月12日に行われた4回目の投票では、 14から1から0でアナンが有利な候補者となったが、フランスが拒否権を行使した。12月13日、フランスはアナンに対する拒否権を取り下げた。安全保障理事会は、喝裁投票による満場一致で、決議1090を採択し、次期国連事務総長候補として、コフィアナンを総会に推薦した。12月17日、総会は決議 A51。 L66 を採択し、2001年12月31日までの任期でコフィー・アナンを次期事務総長に任命した。2001年、コフィー・アナンは無投票で再選された。ブトロスガーリが1期で退任したことにより、アフリカ出身者が3期連続で事務総長の座に就くことになった。アジア太平洋グループは次の2006年の選出で、 アフリカグループがアジア出身者を支持する見返りとして2001年のアナンの再選を支持することにした。安全保障理事会は6月27日、アナンを2期目に推薦する決議1358を満場一致で可決した。総会は6月29日、決議 A55L87 で、 2006年12月31日までの任期で阿南の再任を承認した。ありがとうございます。